縛りプレイ、始まります。いい選手を補強するも、J リーグで勝つことが当たり前じゃないほど、力が拮抗している16年目。今回は16年目の後半を進めます。前回、エルクレスという全般的に得意なスカウトを雇いましたが、新たなスカウトを雇います。日本人フォワードだけ得意な雪村と、今回はシルビオという、こちらも全般的に得意なスカウトです。日本人の優秀な新人を取ってくるかはわからないですが、雇ってみます。ということで、6月からの再開ですが、まずはヤムラを留学に出してみます。不得意な能力がないので、育成が難しいですが、キーパーなので仮に行かせてみます。キーパーの能力だけなら、もう一人の若手、木山の方が全然いいので使うかは微妙なんですけどね。勝つことが当たり前じゃない J リーグは、勝ち点1差で優勝を果たし、2回目のキャンプ。その後、雇ったばかりのシルビオですが、また別な優秀なスカウトが出てきたので、早くも入れ替えます。ホッチセンという、グラーフやフォーリット、クルーマン、バステンとコネがある最高級の人がいたので雇います。毎年恒例の秘書にプレゼントを渡し、7月末には、オールスターもチェック。補正やら他の優秀な選手たちどんなものなのか。こっちは留学させて、キャンプさせて、ようやくちょっとずつ成長させているのに、他クラブの選手はあっさりすごい能力になっているのがずるいよなと、そんな思いでいろいろ見ていました。トップ J リーガーがほぼいなかったのですが、最高架空選手と最高レベルの J リーガーは同じくらいになっていると思われます。その後、J1 セカンドステージでお金を稼ぎ、300億達成、スタジアムの建設が可能になり、総工費が200億ですが、メインスポンサーの追記と契約中のため、半額の100億で建設することに、ギリギリなんとか追記と契約している間にできました。ついでに、ジュニアユースとサッカースクールを開設、今更感がありますが、とりあえず設置しました。10月、J リーグカップはエスパルスに敗れ、当たり前ではないところを露呈し、セカンドステージはいよいよ勝ち点差で並ばれます。優勝はしましたが、年々危なさが増しています。優秀な選手たちが本格化するのはまだこれからなので、伸びしろはあるんですが、間に合うか微妙なほどです。一方、ビクトリーズカップにも参戦。グループリーグの相手はドルトムント、ボカ、マドリードとかなり苦しい戦いとなり、残念ながらグループリーグ敗退となります。マドリードに負けたのが痛かったですね。引き分けていればまだいけてました。そしてニューイヤーカップは、ライバルクラブに 3-0 で勝利して優勝。意外とライバルクラブとの相性はいいのかも。大事なクリスマスプレゼントは、当たりを引けました。しかし新人リストがどうなるかは未知です。という16年目でした。スカウトをかなり変え、スタジアム建設をし、ヤムラを獲得した、というのが大きな動きでしょうか。総合力は、オフェンス以外がしっかり伸びたと思われます。ピレーニョを自由契約にしましたが、しっかり育てられたようです。では見ていきます。キーパー松田はうっすら成長、いい選手です。しかし木山が楽しみな状況。ディフェンダー山西はほぼ現状維持、神にはならないのかな？守備なら彼が一番、井端、いい成長をしてくれました。じわじわ伸びていい選手になっている亀田。かなり良いサイドバックなので、伸びも良いです。右サイドバックの高山、
亀田ほどではないですが、いい選手になっています。しかし、若手次第ではどうなるか。ピークに入った片桐、少し成長です。世界屈指になった山田、不動のボランチとなっています。少し成長のラゴス、もっと伸びないといけない逸材です。司令塔として多くのアシストを記録した水本、もう一皮むけないかな。能力爆発した小坂、いい選手になったので、主力となりました。うっすら成長の増永、優秀な若手が出てくれば、だんだん控えになるでしょう。いい能力ですが、育成的にもベンチになっている神谷、このまま自由契約になっていくでしょう。左サイドバックの砂見は少し成長。育てば亀田をセンターバックにして、主力に据えるでしょう。ボランチ新谷は少し成長。彼が一番手のボランチになってきています。サイドハーフの金子はいい選手ですが、将来的に出番がなさそうなので、今季限りとします。ベテランのなら、ミスターキリタンポと言われていたので、ベンチに置いて、影響を減らしてからの対談という流れです。右サイドバックで使っている森岡、そろそろ彼からの卒業をするべきか、まだ使うべきか。守備の方が成長している北沢、彼はボランチで育てるのもありですね。そしてクンティ、バランスがいいフォワードですが、ウィンガーなのでなかなか起用が難しいです。という選手たちでした。今回、結構スカウトを変えたということで、あくまでサカツク3の知識の中ですが、こういうスカウトでこのポジションを探したい、という特集を作ってみたいと思います。まず日本人キーパーを見つけたい場合のスカウトたちを挙げていきます。キーパーを探すとしたらこの10人を選ぶと思います。3の知識ですけどね、3で同じ縛りをするならば、そして04でも親和性はあると思うので、その感じで探すならです。ディフェンダーは日本人スカウトがかなり少なく、すべてが得意なスカウト、さらになぜかその分野が得意なケスマル、ミソノと秋というくらいです。正直、秋雄一郎は無理やり入れました。ミッドフィルダーはこんな感じで、すべてが得意なスカウト6人プラス、日本人スカウト4人でしょうか。そして日本人フォワードを探す場合はこのあたりでしょうか。日本人では2人のみ。うちのデータではセッソンがいたので、それで集まったのかもしれません。このデータだけで見ると、04でもやっぱり全部がすごいスカウトがいいのかなぁと思いますね。でも今のところ、自分のデータで結果を出しているのは日本人スカウトなので、果たして、という感じもします。今回はここで終了します。すごい外国人スカウトで日本を探させて、結果が出るのか、運もありますが、気になるところです。出たところで検証にもならないんですけどね。ご視聴ありがとうございました。